妙蓮寺駅は神奈川県横浜市港北区菊名一丁目にある東急電鉄東横線の駅である。駅番号は TY17。相対式ホーム2面2線を有する地上駅であり、菊名駅方は非常用延長部を含めて、高架式、白楽駅方は地上式である。改札口は上下ホームの白楽駅方に2カ所あり、改札内は地下通路でも連絡しているため、 反対側の改札口から入ってもそれぞれのホームに行き来できる。以前は改札口が上りホームにしかなく、下りホームとの往来には地下通路を経由する必要があったが、2002年に下りホームにも改札口が新設された。さらに待合室とトイレも設置され、男女各トイレには多機能トイレを併設している。 2020年度の1日平均乗降人員は2万15人である。近年の1日平均乗降乗車人員は下記の通り。周辺は完静な住宅街。駅のすぐ脇に踏切がある。駅前の道路は一方通行の狭い道なので、バスターミナルや駅前広場はなく、路線バスは駅前まで来ない。ただし、1972年までは、 日吉駅行きの東急バスが、明蓮寺駅前に乗り入れていたことがある。この他に、会員制のコミュニティバスがあり、毎週火曜日に限って、ボランティアによる運行を行っている。菊名お出かけ、バスオーケースと甘い停留所、明蓮寺郵便局前停留所、明蓮寺が東横線、不設時に敷地提供をする代わりに、明蓮寺前駅を作らせた。 妙蓮寺駅の駅名標や路線図で表記される、連話2点診療であるが、かつて5050 50系や Y500 系の車内モニター、および9000系の LED 式車内案内表示器では、連話1点診療で表示されていた。ありがとうございます。